メイコです。フィアナだぞ。今日はびっくりメン第1話の感想を話していきたいと思います。見たのか？見ましたね。その率直な感想を話したいと思います。ただしうろ覚えの部分もあるから間違った解釈とか受け取り方してる可能性もあるので、そのあたりはご容赦ください。そしてもしそういう箇所があったらご指摘いただきたいと思います。してやってくれ。それでは行きましょう。まずざっと全体の感想を話したいと思います。どうだった？予想以上に面白かったですね。まだ初回だからなのか、びっくりマンにしてはギャグの要素はあまりなくて意外にシリアスな展開だったね。やっぱりバトルもので戦いは激しい方だったかな。初回だからそこまで戦うという感じではなかったけど、今後さらに激しくなるかもね。それとかなり旧ビックリマンをしてたね。劇中に出てくるビックリマンは令和の時代なのに昭和のビックリマン売ってたのは違和感あるといえばあったね。シールもそうだったし、キャラ的なところからそうなったんだろうけど、やっぱり最新版出してもよかったんじゃないかなと。確かに昔のビックリマンだす。意味は何なのだ？わからないけどね。昔からのファンに配慮した面もあるのかも。で、ツッコミどころ、脚本の穴みたいなものはあったことはあった。私は、脚本の整合性とか大切にする人間なので、気にはなったね。例えば、あの世界の中では、ビックリマンかなり有名みたいだけど、ヤマトは全然知らないとか、あとビックリマンの箱は狙われてる立場なのに、ヤマトが運ぶバッグにビックリマンのロゴみたいなの書いちゃまずいだろうと、こっそり運んでるわけだし、何も書くべきではないだろうと、あれ多分、チャックに気づかせるために、書いたと思うんだけど、別にあそこは、商工士からヤマトが行くみたいな連絡を聞いた、という場面か声を入れて、いつ来るんだよ、とつぶやいた後に、ヤマトが来て、あれって、もしかして、と言わせて、気づかせるだけでも、その後の展開は成立したと思うけどね。そこまで気にしてるのは、お前ぐらいではないか。そうかもね。別に気にしなくてもいいと言えばいいしね。他にもっと気にしないといけないところがあるし。まだツッコミどころがあるのか。ツッコミどころというか、初回では明らかにされなかった謎ね。一つずつ挙げていきましょうか。まず気になったのは、ビックリマンの位置づけよね。一般市民に人気があるのは分かったけど、主人公たちがなぜそれをめぐって争うかが、まだわからない。それこそ、1年前に3億枚事件があったらしいけど、てか、あんな小さい車で3億枚あるとは思えないけど、そこはいいとして。その事件の時には、普通の一般人が盗みを働いたみたいだけど、今回はピーターが盗みを働いていたのは、なぜなのかと。まだピーターが盗みに来るのは、なんとなく理解できなくはないけど、一般人が3億枚盗む意味は何なのかなと。そして、その過去の事件とのつながりはあるのかなど、謎はあったね。それとなんで商工士のトラックが狙われたのかも、謎よね。劇中では、他にも配送してる人たちがいるみたいだけど、そちらは狙われないで、なぜ商工士のトラックを狙ってきたのか、このあたりも気になるので、何かいい答えがあるのか、今後に期待ね。なるほどな。続いて、シールよね。シールを体に貼り付けて、転生合身してたけど、あのシールは何なの？工場で作ったシールをそのまま貼り付けたのか、それとも、特別なシールなのか。ちょっとまだわからないね。シールをたくさん貼り付けられた木が出てきたりしたけど、あれも何を意味するのか。今後の注目点の一つね。シールを貼るのではなく、お菓子食べて変身させるべきだったのでは。確かに、お菓子で社会問題になったのに、シールが大事だよ、みたいなのはいいんだろうかとは思う。
お菓子を食べるシーンは入れた方がいいんじゃないかな、今後。続いて、キャラクターたちよね。とりあえず、ヤマト以外のキャラは、転生合心を知ってるみたいね。要するに、自分たちの前世を知ってる感じだと。だけど、ヤマトだけ知らないみたいね。なぜ、そんな違いがあるのか。旧ビックリマンの世界と、ビックリメンの世界観のつながりは、どういうものなのか、非常に気になるわね。ここもちゃんとした回答があることを、期待しますね。あとシール貼らなくても、ある程度力が出せるという点も気になってます。ヤマトが爆速の脚力を見せてたけど、私はシール貼る前は普通の人間で、貼ってから超人的な力を得るのかなと思ってたけど、どうも違うみたいね。その辺扱いはどうなるのか、今後その設定は活かされるのか、ここも気になってます。ヤマトに関しては、どうして自転車乗れないのか少し気になったかな。何かそこにあるんですかね。普通は乗れるでしょう。高校生で乗れないのは珍しいよな。それとここは気にしなくてもいいかもしれないけど、フェニックスがロココに変身した時、チャックが天使だらけのビックリマンかな。その説明をしだして、ロココは人気があるんだみたいなこと話してたけど、ここもちょっと世界観に関わる部分だから、気になると言えば気になるね。よくわからん。つまり、旧ビックリマンの世界があって、それがなんだかんだとシールになって、この世界の人気商品になって、という過程が世界観にあるのかなと。でないと、なんかおかしなことになるからさ。まあ、ここら辺はメタ的なネタかもしれないけどね。もう一度見直したら、他にも謎が出てくるかもしれないけど、パッと思いついたのはこのぐらいかな。他にこんな謎がある、ここが気になったという方がいたら、ぜひコメントで教えてください。教えてやってくれ。まあ、とりあえず、面白かった。もちろん、私がビックリマンが好きだからという点はあるかもしれない。本物のアニメ好きからすると、ちょっと甘めの採点なのかもね。そうなのか。アニメ好きの意見も知りたいよね。でも、個人的には、ビックリマンのキャラが出てきて、戦闘も楽しめたし、今後の展開次第では、良作にはなるかもなと。期待できるんだな。一応ね。ただ、今後次第よね。ぐだる可能性もなくはないからね。それと一応、発表があったんだけど、こちら。円盤あるのか。予想通り円盤来ました。ただ、シールはついてない模様。つかなかったのか。つかないみたいね。私はつけると思ったけど、予想は完全に外れました。つけた方がいいと思うけどね。ただ、ビックリマンファンのことはあまり考えなかったみたいね。どうしてだろうな。エイベックスが販売してるようなんだけど、あまりその文化に詳しくはなかったのかもね。知ってればつけていたと思うし。ロッテは言わなかったのか。どうなのかな。円盤売ることでリターンがあれば、提案したとは思うけどね。版権ビジネスもしたいみたいなこと言ってたし、思ったほどのリターンはなさそうだから、言わなかったのかも。逆に提案はしたけど、利益の関係で蹴られた可能性もあるかな。そのあたりはよくわかりません。シールつければ売れたのにな。まあ、ついてないんで、個人的には買わなくて済むんでよかったかなと。とりあえず2話目も見る予定です。来週も楽しみにしましょう。ビックリメン、この調子で頑張れ。